オープン。パッケージも可愛い。開くとマット可愛い。この色万能。なんかピンクって待ってアップすぎる。皆さんこんにちは、タネです。今回はこちらクリオの新作のアイシャドウパレットをレビューしながらメイクしていきたいと思います。めちゃめちゃ可愛いのでよかったら最後までご覧ください。最初にスキンケアからやっていきたいんですけど、こちらホリカホリカのシートマスクを近所の薬局で見つけました。ホリカホリカレスオンスキンシカマスク敏感肌用フェイスマスク。あれ、なんかすごかった。え、これ以上開かないんだけど、ハサミだけを。ゲージがピンクでなんか可愛いなと思ったら、ホリカホリカって書いてあって、日本の薬局に売ってるんだと思って買ってみました。マスクもピンクだ。で、美容液はちょっと白っぽい感じですね。可愛いピンク。あ、なんかコットンみたいに、ガーゼか、ガーゼみたいに若干網目状になってますね。面白い。手の開きはこんな感じです。フィット感がすごいと思ったら、この切れ込みがめちゃめちゃ細かくて、目の周りもすごいフィットします。美容液もピンク色だから、白い服着ない方がいいかも。これやるとき、いちごミルクみたいな色で可愛い。で、美容液自体とろみは若干あるんだけど、割とサラッとしてて、シートがねガーゼっぽい見た目で結構肉厚です。表面が網目状になってるから美容液がお肌に浸透しやすそう。肌の張りと保湿成分が入ってるらしいです。では10分から20分待っていきます。ほい、ということで剥がしていきましょう。 お肌の鎮静取れた気がする。ん？お肌の赤み取れた気がする。ではお友達でブレスのリサちゃんからいただいたユイラっていう韓国のブランドの保湿クリームを塗っていきます。結構しっとりするんですけど、ベタつかないので、今の時期とかこれからの時期ね、めっちゃいいなと思いました。なんかね、柑橘系の香りがするかな。でもね、そんなに気にならないです。ほんのりするかなくらいなんで。今日のねメインはクリオのアイシャドウなので、ちょっとベースメイクはサッ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 といきたいと思います。いつものミシャの BB クリームを使うので、気になる方はよろしければこちらの動画を見てみてください。眉毛はですね、前も紹介したエスプアのジェルアイブロウ。お尻にジェルが入ってて、頭がブラシになってて、ちょんちょんちょんって取って、眉毛の足りないとこ埋めていく感じで、ペンシルよりもふわっとして、パウダーよりも色がつきやすいのでおすすめです。眉マスカラもエスプア、ブラシがねちっちゃいので塗りやすいです。結構大きいとはみ出しちゃったりするんですけど、こういう毛が短い部分にもちゃんと色がのるので使いやすいです。そしていよいよクリオのプリズムエアー、新しいやつ9点で届きました。2週間ぐらいかかったかな。いきますよ。オープン。かわいい。まずこのパッケージもかわいい。開くともっとかわいい。筆すごい。めっちゃ柔らかい。涙袋とかに使うのに良さそう。フィルターも入ってます。宝石並べたみたいでかわいい。ここは全面鏡になってるのでめっちゃ使いやすそう。今ねちょっと塗ってみました。こんな感じ。これだけマットで、あとはラメとかシャイニーっぽい感じ。この画面で下の方に行くにつれて、なんかねすごく儚い感じの色になっていて、めっちゃ可愛い。濃い色の2色以外は全体的にラメ感が強くて、なんかピンクって、待ってアップすぎる。ピンク一つとってもこんなにいろんなピンクあるんだって思いました。めっちゃ可愛いんだけど、まず最初にこの子を幅狭めに塗った後に、これをまぶた全体に塗って、これでグラデーションを作ろうかな。アイライナーはこれで引いていこうかな。こんな感じのメイクにしたいと思います。せっかくなのでね、付属のブラシ使っていこうと思います。おー、可愛い。私の肌にのせると思ったよりオレンジに近いピンクですね。コーラルピンクっていうのかな。それからコーラル可愛い。あ、なんか下に濃いめのコーラルオレンジがあるからラメがめっちゃ映える。ラメのシャドウはたっぷりめに取った方が可愛いですね。これは女子全員好きだよね、この色。目頭のところにもラメを塗ろうかな。あ、せっかくだから違う色にしよう。一番明るい色を手の頬に。
最後のグラデーションはちょっと指でやろうかな。うわめっちゃかわいい。結構華やかになった。私ピンクにゴールドのラメが入ってるアイシャドウめっちゃ好きかも。なんか可愛いけどエレガントさもあって大人も使える感じ。下まぶたはこちらの細い方の筆でまずピンク系のラメをベースに塗って、なんかちょっと若いかなこれ。もうちょっとくすみが欲しい。やっぱこの色万能。この色万能、大人向け。アイライナーの濃い色はセブンフェイスで買った眉毛描きなのかな。平べったい筆を使っていきます。あ、なんか意外と発色がなーい。まあいっか、ほんのりく感じで上からまたリキッドを塗ろうかな。え、意外なんだけどやっぱ同じピンク系をベースに塗ってるからピンクブラウンだと馴染んじゃうんだ。でも自然に目が強調される感じでいいかも。もっとね濃いブラウンを想像してました。最近いつもロマンドのこの色をアイライナーとして使ってるので、これよりかはあんまりアイライナーとしての発色はないけど自然に締め色としては使えるかも。じゃあこのまま目の下の涙袋描いていきます。こんな感じになりました。アイライナーはクリオでね合わせていきます。ハイライトはせっかくなのでクリオのプリズムエアーの2番フェアリーピンクを使っていきます。これねかなり前に購入して久しぶりに張り出してきたんですけど、やっぱ可愛いこの色。ちょうどピンクメイクだからよかった。リップは最近買ったヒンスの7番を使っていきます。バラの香り、いい香り。オーバー目になっちゃう。で唇の上というか鼻の下というか人中が短くなると若く見えるらしいので少し上だけオーバーめに塗りました。こんな感じ、この辺ちょっとオーバーめに塗ってみました。ほい、ということで今回はクリオの新作のプリズムエアーのアイパレットのレビューでした。この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。こんなにしっかりメイクして巻いてもどこにも行かないんですけど、皆様も自宅でゆっくり過ごしてください。インスタの方でも韓国のスキンケアとかをアップしているので合わせてご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。